マンガン電池から炭素棒を取り出したいと思います。100均で売っている、マンガン乾電池ですね。比較的簡単に、分解することができます。必要なのはこのようなニッパーとそして引き抜くためのこういうペンチ、プライヤーでも構いませんね。こういうものを使いましょう。乾電池の継ぎ目の部分、ここにありますけれども、継ぎ目の部分をニッパーでこじ開けます。抜き取ります。このように炭素棒を抜き取ることができました。さて、これより電解層を作っていきたいと思います。使うのはこれも100均で売っていたプラスチックのコップです。少し大きめのものを選びます。今回はこれを2つ使う方法を考えてみたいと思います。そして、外のプールはこの小麦粉の大体 1.5 リットル入るベースとなっていますので、大体1リットルぐらいの水を使うので、これぐらいがいいんじゃないかと思います。でこれをこのように差し込んで、ちょうど中にはまる感じですね。今から穴を開けていきたいと思います。私はかなり慣れていますので、こういったドリルを使ってフォルソーで開けています。しかしかなりこれは難しいかもしれませんし、割れやすいですので、カッターナイフなどで切り取っても構いません。はい、このような穴が開きました。このように穴を開けたコップに間に、角膜になるものを入れていかなければなりません。水に溶けて破損することなく、そしてそれでいて、電解を進めるために電気が通る必要があります。今回用いてみたいのはクッキングシートですね。なぜいいかと言いますと、水を通しにくく耐久性があり、そして、熱にも強い。でもそれでいて、水蒸気は通す、そのような構造になっているようです。紙にシリコンコーティングをしてあるようですけれども、普通シリコンは電気を通さないようですけれども、実験でやってみましたら、十分に電解させるだけの電気が通る状態になりましたので、これを今回角膜に用いていきたいと思います。僕がカットしましょう。このようにつけます。そしてちょうどこの穴を通して電気が通過するわけです。そして電解が終わったら、電解が終わるとこれをゆっくり90度ひねってやると、ここは蓋をされる状態になります。そしてこの層から取り出すときに、この状態で抜き取れば水はこぼれることなく、こちら側には水酸化ナトリウムができて、こちら側には次亜塩素酸が、水ができることになります。電極に使う電源は、
紹介します、USB ケーブル、これも USB ケーブルですね。100均で売っているものです。でこれ充電専用のものを使いたいと思います。他の動画でも紹介していましたが、これですと中にあるのはニシンだけになりますので、電極のプラス極マイナス極に、つなげるには最適だと思います。細い方、こちらをこれをカットします。5分の2ぐらいかな。カッターで軽く外皮に傷をつけます。芯線は無事のまま抜き取ることができますね。このようなケーブルの場合は赤がプラス極で、黒がマイナス極になります。7、8センチぐらいでしょうかね。これぐらいから見ていきたいと思います。電線を少しずつ回転させながら、被覆に傷をつけていくような感覚です。同じぐらいでいいと思いますね。ちょうど傷をつけて芯線をカットしないぐらいの強さで キュッとひねって、このように中身の線をむき出しにすることができました。くるくるっとねじって、このように線をまとめることができました。これを炭素棒に巻きつけていきたいと思います。で巻きつけるだけだとスルリと抜けてしまうので、今回はそれを止めるために細めのインシロック使いたいと思います。実際に今ではビニールテープの方を使っています。ビニールテープをぴっちり引っ張って巻けば結構、密着して水も入らなくなります。このように巻きつけてやりますね。でこのままでしたら引っ張るとスルリと抜けてしまうので、これを止めてやりたいと思います。で、このように抜けなくなりました。このようにインシロックで、押さえ止めをした電極にさらにシールするために、他の動画でも扱っておられましたけれども、エアコンパテ使ってみたいと思います。あまり量が多すぎるとこうなりますけれども、少なくても電極がむき出しになりますので、このように水が入らないように、そしてこの線の中に水が入ると銅が錆びることになりますので、ここはしっかりと塞いでやりたいと思います。こういう形で出来上がりました。これをUSB の充電器などに差し込むことができます。これも100均で買ってきた USB 充電器ですね。これは300円ぐらいしたんじゃないでしょうかね。
手持ちのものでも大丈夫だと思います。では清水さん水水溶液をこれから作っていきたいと思います。先ほど作成しました、コップに ちょっと大きいですね、カットしましょう。ではクッキングペーパーを、この二重のプラスチックポップ、プラスチックのコップの中にセットして、ちょうど穴は、穴がちょうど、透ける位置、通る位置にセットします。あるのは紙だけで、ここから、電気が通るようになっています。セットします。この水槽には約 1.5 リットルの水が入るようになっています。でも1杯まで入れることはありませんので、こちらのケースにまず塩水を、塩水 1% を作って入れてみたいと思います。 1.2 リットル入れたいと思います。12g 測れましたので、攪拌して完全に溶かしきりたいと思います。今この状態ではほとんど水がポタポタとしかこぼれませんね。この紙の部分からは水が一切漏れていません。これ伝ったものが、上がったものが下に少しこぼれているだけですね。ですから電気は通しても水は通さない状態になっています。ここで、私の家の水道水の pH を測っておきたいと思います。 pH メーターですね。ちゃんとこ、構成もできています。次にこれ水ですので、塩水の方も測っておきたいと思います。少し下がりましたね。 6.78 6.8 ぐらいですね。現時点での、塩素濃度も測っておきたいと思います。はい、で水を切ります。今現時点ではほぼ色が変わっていませんね。今回は、だいたい6時間ぐらいで、反応を止めてみたいと思います。これ寝過ごしても大丈夫なように、タイマーをかけておきます。これから、こちらの水槽に電極を差し込んでみたいと思いますけれども、この右側の方にはこの水槽全体ですね、プラス極を差し込みます。そして、プラス極を差し込みますと、こちらから塩素ガスが発生します。で、こちら側の、絶縁された、水が、止められて、電気が通るようになっている小さな方の水槽。こちらの方からは、水素が発生する予定となっています。こちらがアルカリになり、こちらが酸になります。次亜塩素酸水は、こちらの右側の 大きい方の部分でできることになります。ただ、今も言いましたけれども、大切なことがあります。よく換気をすることができる部屋で行ってください。この部屋は、暗室になっていて光も入らない状態になっていますけれども、換気扇がついています。そしてその換気扇に向かってこのようなダクトをセッティングしました。そしてこれから、展開を始めていきたいですので、
換気扇を回して、そして塩素ガスがすべて外に逃げていくようにしたいと思います。ではこれから電極を差し込みたいと思います。赤がプラスになります。そして黒がマイナスになります。陰極になります。もう一度言いますが、くれぐれも換気には注意なさってください。ちゃんとダクトが塩素ガスを逃がすような形にセットされています。今マイナス極の方から、たくさんの水素ガスが発生してきました。右側の、プラス極からは、塩素ガスが出始めていますけれども、少しずつの状態ですね。でこちら側の炭素棒はどんどん削られていくことになります。この部屋は、暗室となっていまして、光が入らない状態となっています。塩素ガスが発生しますので、窓際などで、こうした作業を行うとき、空気はしっかりと換気することはできるんですけれども、朝など日中など、直射日光が当たりますと、次亜塩素酸水の塩素はすぐに飛んでしまいます。まだ10分ぐらいの段階ですけれども、もう一度 pH に違いがあるかどうか測ってみたいと思います。水道水で 7.4。 お、みるみる pH が変わっていくのがわかります。 1.2、 だいぶ酸性度が上がってきましたね。ちなみにアルカリの方はどうでしょうか。お、すでにアルカリが10を超えました。水酸化ナトリウム水溶液を、どんどん作っていっていることが理解できます。なかなかのハイスピードですね。お、先ほどよりもまださらに酸が進んでいると思います。酸化がかなり進んできました。どれぐらいいくでしょうか。前回では 2.5 ぐらいまで落ちましたけれども、ある程度までいくと止まるかもしれません。約1時間経過しました。今の段階で、pH が 2.8 ぐらいになっています。弱酸性と強酸性の間ぐらいの数値になっています。強酸性に分、次亜塩素酸水に分類される基準の境目は 2.7 と言われていますので、ほぼその中間に今位置していますね。 2.7 以下になりますと強酸性次亜塩素酸水の分類に入ります。今ギリギリ弱酸性でしょうか。有効塩素濃度を測ってみたいと思います。では試薬を1秒つけたいと思います。だいたい25ぐらいでしょうか。これが、塩素濃度が、20ppm 20mg/L、 これ、この数値で、厚生労働省が認めている、次亜塩素酸水の有効塩素濃度を上回ったことがわかります。これから、時間をかけて、塩素を増やしていきたいと思います。 pH を、アルカリの方を測ってみたいと思いますね。 11.656、 かなり高い数値になってきました。水酸化ナトリウムとして使用できるのでしたら、おそらく13ぐらいまで上がるんじゃないかと思います。さらに1時間経ちました。pH は先ほどの 2.87 ぐらいから、2.3 まで減少しました。でここまで来るとそれほどの pH の移動はありません。ちなみに、pH 2.37、2.4 ぐらいっていうのは、コカ・コーラと同じぐらいの pH になります。で実際に、物を溶かすぐらいの pH になってくる、胃酸ですとpH が1ぐらいと言われています。塩酸、濃塩酸で、
pH が、確かマイナス8ぐらいだったと思います。そして、硫酸で、マイナス12ぐらいになりますので、pH 先ほど言いましたように、2.7 を下回ると強酸性次亜塩素酸水と言われるようになりますけれども、この領域では全然皮膚を溶かしたりするような危険性は全くない領域です。では、ここで塩素濃度を測ってみたいと思います。約50近くまで来ていると思われます。では、水酸化ナトリウムの方のアルカリの方のpH も測っておきたいと思いますので、一旦これを上げます。 11.89、 やはり先ほどより少しこちらも上がっているようですね。ではこれからしばらく放置しておきたいと思います。次、タイマーが切れるまであと4時間ほどありますので、4時間経って還元が終わった、電解が終わった、時の数値を見てみたいと思います。3時間半ほど経過しました。この部屋内はちょっと換気扇を回していますので全く塩素臭はありません。安全な状態で作業できています。では、この時点での、pH と塩素濃度を測ってみたいと思います。2時間前は 2.4 でしたけれども、今2.0 ぐらいに落ちていますね。最初のような大きな変化はなくなっています。塩素は1、あ、かなり色が濃くなってきました。今もう100を超えて150、200近くまで上がっているのではないでしょうか。もう少し置いてみたいと思います。だいたい100超えて150、200まではまだ行っていないと思います。予定ではあと2時間ぐらいの予定ですね。200を超えるぐらいでしたらかなり、高濃度になってきたと言えると思います。6時間が経過しました。この時点でのアルカリ性と酸性の度合いをまず測っていきたいと思います。 2.1716 アルカリ水酸化ナトリウムのpH を測りたいと思います。これも先ほどとはあまり変わらない状況ですね。では塩素濃度の方を測ります。水酸化ナトリウムの方、塩素が上がっているということはないと思いますけれども、一応試薬をつけたいと思います。1、塩素濃度の方はほぼ変わらずですね、最初の、塩水の時と同じ色です。全く上がっていません。プラス極の、酸性の側、次亜塩素酸水を作成した方の塩素濃度を測ります。1、どうでしょうか。かなり濃くなってますね。200ppm を超えて300ぐらい、200と400の間ぐらい、やはり200よりも400に近い、色合いになってますですね。300ぐらいとして考えてもいいと思いますね。これで、次亜塩素酸水が完成したことになりました。6時間の電解を行いました。なかなかいい数字です。取り出したいと思います。電極を出します。
水酸化ナトリウム層を取り出したいと思います。ポタポタは落ちますけれども、実際に、たくさん漏れているわけではありません。ゆっくりと漏れているぐらいですから、先ほどまでは膜の間の浸透圧というのはほぼ同じだと思いますので、その浸透圧によって、水の行き来というものはほとんどなかったと思います。展開してできた次塩酸水を、ろ過したいと思います。炭素の粉が結構溜まっていますね。そこに沈殿していますけれども、今回はコーヒーペーパーでやりたいと思います。少しちょっと揉みほぐして繊維を粗くしています。次亜塩素酸水は有機物と触れると、効力を失うようですけれども、のでそれほど気にすることはないと思います。ただすぐに目が詰まりますので、大きなものでする方がいいかもしれません。揉みほぐして、水の通りを良くしています。今回はあくまでも炭素の粉を取ることが目的です。今度はろ過した次亜塩素酸水、今pH が 2.0 となっています。出来上がりと、数時間経っていますけれども、あまり変わっていませんね。ここで、塩素濃度をもう一度測っておきたいと思います。これから水酸化ナトリウム水溶液を入れて、pH を落としていきたいと思います。まあ200ぐらいでしょうか。200少し切る。100よりは濃い感じですね。では、先ほど作成しました次亜塩素酸水ともう一つ、水酸化ナトリウムアルカリができていますので、こちらを、少しずつ投入して、pH を下げていきたいと思います。まずは少しずつやりましょう。ここで、酸の中にアルカリを投入しますので、また換気扇を回したいと思います。これからボトリングしていきたいと思います。使うのは、遮光性の高い、これは日本酒の瓶になります。 700ml ほど入ります。中をよく洗浄しないと、有機物と反応して水に戻ってしまいますので、よく洗ったものを使っています。それに、さらに紫外線が当たらないように、アルミ箔を巻いています。ビニールテープで留めていますね。で、こうして、貯蔵することができます。またさらに、スプレー瓶などに小分けします。次亜塩素酸水は、紫外線に弱いこと、そして、有機物と簡単に反応すること、そして比較的、温度変化にもそれほど強いわけではありません。直射日光に当たり、ボトルが熱くなっていくと、どんどん、劣化していくようですので、冷所もしくは冷蔵庫の中で保管するのがふさわしいと思います。冷蔵庫の中で保管してあまり温度が下がりすぎると、そのまま使うと、殺菌能力が落ちるようですので、その時には常温に戻してやってから使うのが良いようです。これで約3週間ぐらいは持つと思われます。